オリバー・クロームウェルは、イングランドの政治家、軍人、イングランド共和国初代五国教。新京都革命では、敵機体を指揮して、エッジヒルの戦いやマーストン・ムーアの戦いで活躍し、ニューモデル軍の副司令官となる。ネーズビーの戦いで、国王チャールズ一世をスコットランドに追い、議会派を勝利に導いた。五国教時代には、独裁体制を敷いた。イングランド東部、 ハンティンドンシャーのピューリタンであり、ジェントリ階級の地主の家庭に生まれる。コーソボキャサリンの兄に、ヘンリー・パッセイの下で、行政革命を実施した、政治家、トマス・クロムウェルを持つ名家であった。ケンブリッジ大学で学び、強い改心の経験を経た結果、生涯ピューリタンを貫いた。1628年に、庶民院議員となるも、翌1629年の議会解散を、 また故郷に帰って治安判事となり、1631年に土地を売ってセントアイブスに移り、牧場を経営したが、1638年にイーリーに移った。クロムウェルの妻エリザベス1620年に結婚した。ロバート・ウォーカーによる肖像画、サミュエル・クーパーによる肖像画クロムウェルは1640年の短期議会及び長期議会には、 ケンブリッジ選挙区から選出された。長期議会では議会派に属して国王の先生に断固として退治する論人を張る、ジョン・ピムの下で、政室長の廃止をはじめとした王権を縮小する数々の法案や議会の大寛争、民兵条例などの重要法案の起草に携わり、新京都革命では議会派と王党派との対立から内戦が不可避となると第一次。 イングランド内戦においては、軍の指揮官となって、応答派と戦った。国王軍と議会軍の比較、編集議会軍が劣勢だった理由は、その編成にあったと言われる。国王軍は、正式に令状が出されて集められ、訓練、戦闘経験を積んだ者も多かった一方、議会軍は民兵を主力とする混成部隊だった。民兵は、 地方意識が強く、国全体のこととなると指揮を高く持てなかった。また、装備、訓練、実戦経験において、貴族の率いる国王軍に及ばなかった。特に、アドールトンムーアの戦いでは、その弱体差が際立った。後にクロムウェルは、当時を帰り見て、民兵の混成部隊だった、議会軍を、よぼよぼの召使いや、球児や、そんな連中と実会している。 1644年7月2日、マーストンムーアの戦いで、カンバーランド港、ルパートの騎兵と直面し、改装させて、武名を挙げた。しかし、議会軍全体は、まだ弱く、全面攻勢をかけるほどの力はなかった。詳細は、マーストンムーアの戦いを参照はかばかしくない、戦況を見て、議会派は、軍の再編を急いで進めた。 東部の諸州が連合して作られた東部連合軍をはじめ西部連合軍なども編成され議会軍の組織化が進んだ。これらの再編によって直ちに議会軍が盛況になったわけではなく軍の内外で様々な問題を抱えていた。議会内の見解の一致が取れていないことや革命の目指す方向がないことなどがその主な理由であった。クロムウェルは当時 東部連合軍の旧兵隊長であった。1645年頃には、議会軍は、事態条例制定など、軍隊の編成改革を行い、優柔不断な行動で戦略に悪影響を与え続けたマンチェスター博とエセックス博、ロバート・デ・バルーなどの指揮官は排除され、東部連合軍、西部連合軍などを統合し、議会の統制下で一元的に再編成された新しい軍を、 ニューモデルアーミーとした。総司令官はフェアファックスが就任。クロムウェルはニューモデル軍結成にあたって副司令官となった。1645年6月14日のネーズビーの戦いでは議会軍は左翼にヘンリーアイ。敵機体は激しい攻撃によってじりじりと国王軍を押し返し、国王本体に迫りつつある時、チャールズ一世は親衛隊を咲いて、 敵機隊を追い払おうとした。ところが、この命令が誤って伝わり、新兵隊は交代してしまった。クロムウェルはこの隙を見逃さず、チャールズ一世の不評連隊を壊滅させた。一方左翼でもアヤアトンの部隊が攻め、国王軍は左右から攻撃され、国王軍は総崩れとなった。この戦いによって、国王軍は壊滅的な損害を被った。議会派はこの勝利を イングランド中に宣伝し、勝利を印象付けた。兵糧や大砲は、議会軍に接収され、国王軍の再建は事実上不可能となった。内戦はさらに1年続いたが、国王軍は劣勢を逆転することはできず、チャールズ一世は、スコットランドに亡命を余儀なくされた。だがスコットランドにも見捨てられ、議会の監視下で、ハンプトンコート宮殿で、軟禁状態に置かれた。 詳細は、ネイズビーの戦い及び、イングランド内戦を参照イングランド共和国の、紋章、クロムウェルのバナー内乱の集結後、議会主流派で王室との妥協を求める、長老派が、議会軍の解散を要求してきたが、議会軍の中核となっていた、クロムウェルの所属する、独立派、及び急進的な平等派は、国王との妥協を許さず、議会軍の解散を拒絶し、対立し始める。 のみならずニューモデル軍内部でも政治改革を唱える陽動派と独立派が対立。クロムウェルは無子のアイアトンと共に軍の分裂を避けるべくパトニー討論で妥協を図ったが互いの主張が噛み合わず、決裂、議会の長老派と独立派の対立も解消されなかった。1648年にチャールズ一世はワイト島へ脱走、長老派であるハミルトン公。 ジェームズ・ハミルトンと結んで、エンゲージャーズを結成して、再び決起し、イングランドでの主導権を取り戻そうと難化したが、同年8月に、プレストンの戦いでクロムウェルは自ら出馬して、エンゲージャーズを大破し、これを鎮圧した。第二次イングランド内戦後、軍は、さらなる強行策に打って出て、プライドのパージと呼ばれる軍事クーデターを観光して、長老派を、議会から、 全員追放し、残った50数名の議員のみからなる、会員ランプ議会を承認し、イングランド共和国の樹立を宣言。ランプ議会は1649年1月に、チャールズ1世の処刑を執行した。共和国の指導者となったクロムウェルは、続けて平等派も弾圧し始め、中産市民の権益を擁護する姿勢を取るようになる。重症主義に基づいた政策を示し、同時に、 貴族や教会から没収した土地の再分配を行った。カトリックのアイルランドやスコットランドは1649年から1651年にかけて反議会派の拠点であった。クロムエルはアイルランド遠征軍司令官権、アイルランド総督に任ぜられて侵攻をはじめ、1649年8月にダブリンに上陸、続いてドロヘダ、ウェックスフォードを攻め、 ドロヘダ工場船、ウェックスフォードの略奪などの戦闘をはじめ各地で住民の虐殺を行う。アイルランドはクロムウェルの征服により、インゴはイングランドの植民地的性格が強い土地となる。1650年5月に工事を副官ロアイアトンに託して帰営し、チャールズ一世の交代子チャールズがスコットランドに上陸したのを打つため、7月にフェアファックスに代わり、 総司令官としてスコットランドに遠征。1650年9月3日のダンバーの戦いで王答派を蹴散らし、翌1651年9月3日のウスターの戦いでチャールズ率いるスコットランド軍も撃破、チャールズを大陸に追いやった。1651年のクロムウェル公開法と呼ばれる公開条例の制定にはクロムウェル自身は関わっていない。しかし、 これが議会を通過したことによって、オランダの中継貿易を制限することになり、1652年の第一次英乱戦争の引き金になった。クロムウェルの紋章中産市民は、王党派による反革命の可能性もあったため、クロムウェルの事実上の独裁を支持した。クロムウェルは1653年4月20日に軍と対立したランプ議会を解散、続けて成立させた。 ベアボーンズ議会も急進派による改革で混乱が生じると12月12日に解散、12月16日に終身後国境となり、次のような対外政策を展開した。1654年にオランダと講和し、スウェーデン、デンマーク、ポルトガルと通商条約を結ぶとともに、スペインに対する攻撃を開始し、ウィリアム・ペンヒキール艦隊をイスパニョーラ島に派遣。 1655年にジャマイカを占領し、同年フランスと和親通商条約を結び、1657年に同盟に発展させ、1658年のフランススペイン戦争では、砂丘の戦いで英仏連合軍がスペインに勝利、ダンケルクを占領した。一方、国内においては、西文憲法である統治に基づき1654年9月3日に、 召集した第一議会を1655年1月22日には解散させ全国を11軍区に分けて軍政官を派遣し純然たる軍事的独裁を行った。だが1656年9月17日に第二議会を召集、翌1657年3月に統治商店を修正した謙虚な請願と韓国が 議会で成立すると5月に受諾し軍政官を廃止。議会によって国王への就任を二度にわたって望まれるが、これを拒否して、五国教の地位のまま統治に当たった。同年にユダヤ人の追放を解除し、これによって1290年7月18日のエドワード一世による追放布告以来350年ぶりにユダヤ人が帰還した。 1658年にクロムウェルはインフルエンザで死亡し、ウェストミンスター寺院に葬られた。後を継いだ息子のリチャード・クロムウェルは、翌1659年に第三議会を召集したが、軍の犯行を抑えきれず、議会解散後間もなく引退し、五国共生は短い歴史に幕を下ろした。ウェストミンスター宮殿前のクロムウェル像、クロムウェルのデスマスクその後、 長老派が1660年にチャールズ2世を国王に迎えて王政復興を行うと、クロムウェルはすでに死亡していたアイアトンや国王裁判において裁判長を務めたジョン・ブラッド賞と共に反逆者として墓を暴かれ、遺体はタイバーン形状で公死刑の後斬首され、首はウェストミンスターホールの屋根に掲げられて四半世紀さらされた。その後、 クロムウェルの首は何人かの所有者を経て、現在では母校である、ケンブリッジ大学のシドニーサセックスカレッジに葬られた。息子リチャードは、国内の混乱を収められず亡命したが、1680年頃にこっそりと帰国している。クロムウェルの死後、王政復古によってクロムウェルは、大殺し、三奪者と徹底的に貶められたが、18世紀に入ると、アイザック・キンバーや、 ジョン・バンクスによって見直しが行われ、19世紀に入ると、さらにイギリス知識人による再評価が進みトーマス・カー・ライルは英雄論でクロムウェルを英雄の一人として取り上げ、フレデリック・ハリソンは軍人としてのクロムウェルを我が国の歴史に一人二人を数えるだけであると高く評価した。数百年経った今も、類まれな優れた指導者か強大な独裁者か歴史的評価は、 分かれている。ウェストミンスター宮殿正門前に、鎧姿で剣と聖書を持った、クロムウェルの銅像がある。1620年、ロンドンでエリザベス・バウチャーと結婚、9人の子を設けた。ロバート・オリバー・ブリジット、ヘンリー・アイアトンと結婚、ついで、チャールズ・フリートウッドと再婚、リチャード国会議員、五国教王、ヘンリー・アイルランド軍最高司令官、エリザベス。 ジョン・クレイ・ポールと結婚、ジェームズ・メアリー・ホーコンバーグ、ハク・トマス・ベラシスと結婚、フランシス・ウォーリック・ハク、ロバート・リッチの同名の長男ロバート・リッチと結婚、ついで順段釈ジラッセルと再婚。ありがとうございます。